い、皆さんこんにちは。こんにちは。セナ君、今回はなんとマクドナルドメザスタ当てくじを作りました。イエーイ。今回メザスタを10パック用意したんだけど、それだけじゃね、なんか見た目が寂しいからポケモンパックもね、ちょっと足しました。スターバーストフュージョンアーツと EV ヒーローズとバトルリージョンと伝説の鼓動、仰天のボルテッカーね。もしかするといいカードが出てくるかもしれないけど、今回はねメザスタがメインだから、メザスタをねゲットしてコンプリートしましょう。はい。じゃあね、いつものようにサイコロを振った目の数だけくじを引くことができます。今回ね2つ振れるから頑張って背中大きい数字出してね。はい。お、7だ。なかなかいいじゃん。じゃあね、7枚くじを引いてください。はい。1枚目、2枚目、7枚目。いきなり終わりじゃん。なんで終わりじゃん。間違えた。3枚目。終わりよ。やだ。4枚目、5枚目、6枚目。はい。じゃあそのくじをね1枚ずつめくってってください。はい。1枚目。外れー。外れー。残念。よくない。じゃあ2枚目。2枚目。外れー。やばいよ。背中。3枚目。外れ。やば。背中頼むよ。4枚目。外れ。え？5枚目15番。よかったじゃん。やっと1パックゲットだ。1パックゲット。じゃあ残り2枚しかくじないよ。6枚目。外れ。え？7枚目。外れ。まさかの1パックしかゲットできない。やだ。どんだけついてないの？やだ。さすがにね、1パックだとかわいそうなんで、敗者復活戦をやりたいと思います。何に敗者復活？じゃあ今から問題を出します。はい。その問題を解けたらサイコロをね1個振ることができます。ででん。セナ君が住んでる国は日本です。ハル君が住んでる国はどこ？日本。正解。すごい。じゃあ大きい目を出してね。はい、いきます。おお、4だ。ででで、キングボンビーが現れた。なんでキングボンビーが現れた？サイコロ10個振った数だけマイナスになります。なんでマイナスなの？サイコロ10個もないし、しかも結構ある。7個あるサイコロ。4からこの7個振った数だけマイナスになります。絶対すごいマイナスになる。もうしょうがないな。そこまで文句言うんだったら4枚引いていいよ。じゃあ4枚引いていきます。はい。4枚よ4枚。はい。1枚2枚3枚4枚。じゃあその4枚めくってってください。はい。1枚目。えぇ、ー、!?2 枚目外れ。3枚目外れ。ちょっと待って、やばくない？4枚目。13等。おめでとう。やったじゃん。目指した2パック目ゲットだ。くじを何回引いても外れしか引かないんで、もうしょうがないから目指したをね、これだなって思うのをあと3パック取ってください。はい。じゃあ、これ、これと、コンプリートできるかな、それで。これと、これかな。はい。じゃあ、残りの4つをね、頑張って出してください。はい。はい。頑張れ。出ればいいね。
中にはね、ハテナに入るポケモンは何かなっていうのと、あとね、メザスタのラインナップも入ってます。セナくんが欲しいのはどれ？ピカチュウとアルセウスのやつ。あー、いいね。今ね、アルセウス大人気だからね。じゃあね、1パック目からは何が出てきましたか？どどん。お、これが出てきた。1パック目からはヒコザル&ディアルガが出てきました。よかったじゃん、かぶってなくて。うん。じゃあ2パック目開けて。はい。何かな。お、マジか。何かぶった？マジか。何？はい。え、何何？3パック目、なんとセナ君欲しかったピカチュウ&アルセウス出てきました。やった。すげえ嬉しい。嬉しい？うん。じゃあこれしんちゃんもらうね。やだ。そう。じゃあ3パック目。はい。開けてください。さすがにここら辺にちょっとかぶってくる。うん。かぶりそうだね。マジ？え、かぶってない？もしかして。マジか。3パック目、なんとね、かぶらずにポッチャマ&パルキアが出てきました。はい、めちゃめちゃ運いいじゃん、セナ君。じゃあ最後はね、ナイトル&ギラティナを狙って開けていきましょう。はい、頑張ってね。4パック目じゃ。うん、4パック目だね。もうそろそろかぶるでしょ。いや、マジ？え、もしかしてかぶってない？マジで？いや、マジでやばいよ、これは絶対に。本当に？じゃあ、まさかまさかのね、かぶらずにナイトル&ギラティナ出てきました。めっちゃすごいじゃん、セナ君。うん、まさか残りね、1パック開けずにコンプリートしてしまいました。まあでもこれは別で開けとるけ。そうよな。だからこれでこのリオルのやつが出てきたらコンプリートっていうことです。もしね、このリオルがそのパックから出てきたら本当のね、パーフェクトコンプリートだね。うん、出てこなかったらアウトーって全部没収。やだ、それはマジで。じゃあ運命のパック開けてください。はい。全部没収でいいね、出てこなかったら。やだ。出てきたらすごくない？神回かもしれん。マジで？苦渋は悪いけど、マジで神回かもしれん、開けたな。もうそれ言ったらコンプリートじゃん、完全に。じゃあ、うわ、すげえ、マジじゃん。そんなことある？なあ、普通に言ってないない。なあ、やらせてもなんでもなくて、本当にね、純粋にコンプリートです。セナ君めっちゃ運使ってしまったんじゃない？無駄なことに。こんなことに運使ってもな。といった感じで、今回はマクドナルドのポケモン目指した当てくじを作って遊んでみました。セナ君はめちゃめちゃ今回ね、運使ったから、明日から運がなくなっちゃうかもしれないよ。